い、皆さんこんにちは、れなです。今日はびっくりドンキーに来てます。私は10年日本に住んでて、びっくりドンキーは行ったことありません。人生初ですか、びっくりドンキー。なんでかな、普通に聞いたことあるし、いろんな人が行く、すごい美味しいということも聞いたことあるけど、なぜかのなぜかの行ったことない。ハンバーグと言ったらびっくりドンキーだよね。タカは、俺もあんまり行かないよね。覚えてないぐらい行ったことないです。そう、ということでこの動画で美味しいびっくりドンキーに行ってみたいと思います。入りましょう。はい、席に着きました。で、本当にめちゃめちゃ可愛いよ、周りのデコレーション。これ可愛くない？ここでなんか歩いてる、鳥が、小鳥の足跡。ファームみたいな、レストランにいるみたいな感じだよね。本当に可愛いらしい。はい、じゃあメニューをチェックします。何があるか分かんないけど、本当に初めてだもんね。ハンバーグは有名でしょ。今はトマトフェア。本当だ、トマトハンバーグ、めっちゃうまそう。これも美味しそうだよ、このゴロゴロに野菜が入ってるやつとか。ここにアルコールフリーのなんかめっちゃいい感じのビールがあるよ。ドンキーフリーって書いてある。これ飲みたい。ノンアルコールだって、すごい。ノンアルコールのビールのラドラみたいな感じがあるよ。レモン味、うまそうだね。それはレナが決めました。すごいモモ。早速デザートを見つけるという。この嗅覚の良さね。でも私は意外と今ビールは最初に見つけたよ。褒めて、ね、ドイツ人だからね。褒めてこっちのビールもうまそう。美味しそうだね。ドイツって書いてあるよ。伝統製法で蒸留したここ醸造した、まあね、蒸留と醸造はちょっと違いますので、意味が漢字読めませんのでいっぱいあるね、迷っちゃうね。エッグ、おろし、パイン、チーズ、これ決定。決めました。チーズハンバーグ決まり。はい、決まりました。早、はいはい、タカは何にするの。俺さっぱり系がいいかな。あ、おろしハンバーグとかいいね。うん、あれなんか社長が言ってますけど、どうしました。ここにまたパフェとかデザートがあったよ。すぐパフェに目が行くんだね。でもこれだよ、めちゃめちゃ美味しそうだよ。まあ、デザートはね、メイン食べた後ですからね。またその後に考えましょうか。メインを食べる前にデザート食べたいかもしれないよ。そんな人いる。はい、ここにいた。はい、ビールが来たよ。瓶もめっちゃ可愛らしいし、ガラスもなんか違うね。すごく可愛くない。あとヒヤヒヤ、キンキン、キンキン、ヒヤヒヤ、新しい表現。ちなみにこれはね、アルコールフリーのドンキーフリーレモン。うん、だからレモンビールだと思う。うまそう。あ、もう一個来ました。見て、サイズの違い。レナの言ってたドイツビール。こっちはアルコール入ってるビール。イエス。ここに台にしました。入ってあるよ、可愛く。めっちゃロゴマーク可愛くない？両方私のでいいよね。じゃあ乾杯しますか。はい。なんかもうこういうのを待ってたよ。乾杯。乾杯。あ、これめっちゃ美味しい。うま。本当になんかドイツビールみたいな感じ。香りがある、苦さが少ない。ちなみにレモンビールはどうですか。さっぱりして夏っぽい飲み物なんだけど、これがドイツに出たらラドラと言わないかな。ラドラはちなみにあのレモネードとビールが半分ずつの割ったやつ。これなんかどっちかというと甘くない。ビールのおつまみでイカの箱舟。箱舟って何？ノアの箱舟って知らない？知らない。有名な。レナちゃんが爆笑してます。どうしました？あのタカのノアの箱舟の説明が動物を乗せて助けるという説明で分かるはずだったの。分かった。でもノアの箱舟、あの動物はそれぞれの種類を2個ずつを乗せて洪水が来た時に助け、うん、まあ、はい、そうだね。今自分で言ったね、動物を助ける。でももうちょっとがなんか説明があったなら分かってたよ。最初と最後をまとめたら動物を助けるってことだね。No。 はい、うん、味付けが美味しい。まあチーズだけどグラタンみたいな。うん、早速ビールでかけ流すという。おっさんやん。今のしみじみとしたおっさんやん。いやもうこれ本当にもうおっさんのためにできてるメニューだと思うよ。お酒飲む人には完璧なおつまみだよね。美味しい。ドドン来ました。やばくない？こんなにでかいと思ってなかった。
チーズハンバーグ M サイズです。なんかトッピングしてたね。これだよ。あ、チーズソースに見て、チーズハンバーグにチーズソースのトッピング、ね、いただきます。うまそう。もう本当にまずはこのチーズのハンバーグを食べたよね。チーズがたっぷりだねこれ。うん、びっくりドンキのハンバーグめっちゃ美味しい。ジューシーだし、うん、ネギの食感がいいし、ね、でチーズはもちろんチーズが、うん、本当にチーズだよ。チーズがチーズだよ。チーズがチーズだよ。うん、L サイズ注文すればよかった。でも違うメニューでプラスで頼んでもいいかもね。ちなみに追加でなんかこのメニューでもう一個のハンバーグとか注文できたよ。そうなの、ダブルハンバーグいけたんだ。そうで違う味付けとか。あ、じゃあレモンみたいな欲張りな人には最適だね。そうだよ。それと一緒にご飯でしょ。うん、ここのご飯抜群に美味しい。でもさ、俺思ったけどさ、ドイツっぽくない？こうワンプレートにさ、乗ってる感じが。シェア文化、居酒屋スタイルじゃないね。うん、だからタカとシェアしなくていいってこと。まさにさ、いつもシェアしてくれないんだけどね。でもこういう感じだよね、本当にドイツ。そう、自分が食べたい量の内容と全部自分で決めて自分で食べる。これとこれをレナが食べて飲んだからレナが払う。割り勘とかじゃないもんね、自分が食べたものを払うっていうのがドイツ人だよね。見てこれ。うん、もうこれがデブデブソースだよ。命名されました、デブデブソーストッピング、うん、わ、あのチーズそれ食べるもんじゃないよ。こうとろーっとかけるもんね、ここに。これは食べるものだよ。めっちゃ美味しいよこのチーズ。うわやば。ドイツでよくやってることだけど日本であんまりやんないでしょ、チーズをご飯にのせる。うん、うん、ほんまにうまそうな顔してる、うん、ほんまに美味しい。デブデブソーストッピングしていいよ、また追加できるよ。そうそう、これ持ち帰る。あのタッパに入れてもらって。これ本当に危ない。また行ったよ、またご飯に行ったよ、うん、デブデブチーズご飯っていうサイドメニュー作る、レナ監修。うわ史上初じゃない、こういうことやってる人。うわ見てこっち、ハンバーグのあったかさでとろけてさ、うん、えらいことになってる。今のところすごい食欲で食べ進んでおります。ドンキ最高だよ。うまそう。吸い込まれていきました。うん、おいしい。最高。出た出た、レナの眉毛パラメーターマックス 100% 超えております。もう日本に本当にチーズのメニューが足りなさすぎて、こんなにチーズを食べたことあんまりないと思う。確かにね、レナが日本のチーズでこんな感動してるの初めてかもね、うんうん、なんか社長がメニューに手を伸ばしてますけど、どうしましたか？マカロニチーズに追加のチーズソースは私の心をよく満たしてくれてるメニューだよ。デブにならないようにサラダもちゃんと食べますよ、うん、あ、偉いですね。そうだ、ちなみにサラダ大盛りにしといたから、もういデブデブソースを打ち消すサラダが、打ち消すサラダ、打ち消しサラダ、シャキシャキして、大根が多くて美味しい。ブラックホールに吸い込まれております。うんうんうん、なんか黙ったなと思ったらもう桃に夢中。なんか桃の何が違うのかなと思って、あともう一個のなんか美味しそうなデザート見つけたよ、さっき。かき氷ね、美味しそうじゃない。今日もさ35度超えてさ、名古屋39度ぐらいまで行ったよね。そういう時にかき氷最高だよね。トロピカルとか美味しそうでしょ。あら、ペロリと行きましたね。次のハンバーグどうする？次のハンバーグと言ってるけど、あ、完食？完食でーす。次のハンバーグは俺のね、おろしハンバーグ来ます。あ、そう、よかった。これ楽しみだね。楽しみだねって、あなたもう終わったので。楽しみにすることないよ。あとはデザートとかき氷といろいろ楽しみです。なんか、優勝杯みたいなやつ来た。何これ、何頼んだ？ごめんね。メニューにビックリサイズって書いてあったから、ビックリサイズがあったから頼んでみた。おいたから確かにこれはビックリサイズだね。めっちゃ来ました。これどうやって飲むの？あ、そのままいくらしい。ストロー来てるのに。おお、めっちゃ美味しい。ちょっとドイツの裏技の話になるんだけど、うん、日本にリンゴジュースしかないでしょ大体、うんうん、リンゴスカッシュというのがリンゴジュースが炭酸水が入ってるみたいな感じでしょ。ドイツはそれが普通だよ。恋しくなってる時に今からはここにあるということが分かってきた。
超美味しい。一人で飲めないと思うけど。まだなんか言ってます。大丈夫ですか。おかしいよ。これに衝撃を受けてます。ドイツ人が衝撃を受ける大きさ。これがさ、ビールだったらいいもんね。あのびっくりサイズのビールがこれで出てきたらすごい面白くない？まあ本当にあのサイズじゃなくてその形の方がなんか印象的。なんか優勝したんかなって思うよね。やってくれたはい、聞きました。僕が頼んだおろしハンバーグ来ました。おい、気づかないかなと思って。俺のハンバーグ。毒が入ってないかどうかをちょっとチェックしてあげる。そう、優しいね。タカ心配。優しいね。なんかさっぱりした感じな。2食目としてめっちゃいいと思う。あたかもなんか自分の料理みたいに喋るけど。俺のだけど。おろしも美味しいね。まあ、日本のハンバーグといったらね、おろしなとこあるよね。これなんか本当にドイツとかにそういったおろしとかシソとかの味全くなくて。あ、そうなんだ。まあ、それ以外メニューにあったものは多分大体ドイツにもある。デミグラスソースとかトマトソースとか、ね、パイナップル乗せたりするとか、うん、もうこれは本当にザ日本だよ。もう一口いこうとしてるこいつね。あと二口ぐらい食べようとしてる。多分俺の体重が半年後にはね15キロぐらい減ってると思うよ。いや本当に毒が入ってないかどうかはちょっと時間が経たないと分からないので。大丈夫大丈夫。ビックリドンキ俺信用してるから毒絶対入ってないよ。自分用のハンバーグもう一個頼もうかな。なんか袋が書いてある。かわいいね。そうそうそう、あれを見て。ちょっとこれに集中して これ見てる間にこれなくなりますよ。まあ、人のハンバーグ食べたら早速びっくりサイズ飲んでる。タカに食べるチャンスあげようかなと思って。ありがとうありがとう。これ飲むのね、15秒ぐらいで飲むよ、社長。いや、そう、本当にこれ結構時間かかると思うよ。あれでかっ。あ、美味しい、このビール。でも、でかいと言われても、見て。生鯛とさ、このびっくりサイズをさ、飲み切ろうとしてる。これもあるよ、まだ。ああ、そうだね。いろいろ飲み切れる。もう怖いんだけど。順調に食べ進めております。そのプレートのサラダを順調になくそうとしております。まあ、さっきね、あんだけデブデブソース食べたからね、サラダでね、中和しとかないとね。完食しました。恐ろしい食欲です。てかさ、レナさん、テレビ局からさ、ごちそうさまでした。オファーもらった方がいいんじゃない？何？大食いができるドイツ人。無理。レナが黙ったなと思ったらね。こう、何見てんの？デザート注文。パフェ、桃パフェを頼もうとしてます。リトルって書いてあるよ。あ、本当だ、リトルって書いてある。リトル。リトルだからって許されるわけじゃないよ。だからもう一個注文した方がいいよね。リトルだから。リトル。もう2つのデザートを注文した方がいいということで。それね、びっくりサイズになるよ。びっくりサイズ。今びっくりしたよ。飲み切りました。なくなっちゃった。こんな量多いよね。まあ、俺も飲んだけど、ほぼレナが飲んでるからね、言っても。めっちゃ美味しいよ、これ。うまそうなもの来ました。はい、ありがとうございます。めっちゃ美味しそう。これを飲んで、お腹がこれも飲んで、ポンポンな。どれでも。これはね、ほんと美味しそう、ね。ソフトクリームと桃と、杏仁豆腐が下の方に入ってる。うん、めっちゃ美味しい。桃ってうまいもんね。ここのソフトクリーム食べてめっちゃ美味しいよ、クリーミーで。くれた、ありがとう。その一口だけだよ、終わり。これだけ。あ、ソフトクリームうまいわ。もうこのソフトクリームのためにびっくりドンキに来た方がいいよ。他のファミレスよりもクリーミーさがあるよ。うん、食べました、もしかして。ごっちゃんです。食べ切りました。あと3年以内にお相撲さんになります。 Yes。 でも美味しかったね。俺もちょっといただきましたけど、半分ぐらいは食べましたよ。全部ちょっといただきましたけど、全部タカが半分以上食べたよと言いたいけど、ほぼレナ食べたけど。うまかったわ。どうでした、パフェ？いや、パフェだけじゃなくてもう全部美味しかったよ。そうだね、びっくりドンキーのびっくりの名前が分かったよ。食べたらびっくりする。びっくりするほどうまい。美味しかった。誰がおごる？え、誰が食べた？これからさ、より食べた人がさ、おごることにしよう。
いつもレナ社長のおごりになるけど。ノノノノノノノ。あ、じゃあニアピン賞いきます。ニアピン賞いきます。どっちがお会計に近い値段を出すか。6000円かな。レナは6000円。6000円かな。俺は5500円。そんな500円の違いで何か変わる？あ、じゃあ俺5000円にしとこうか。はい。俺5000円、レナ6000円。はい、OK。会計は？会計確認。5965円。当たった。6000円当たった。すごいじゃん。35円しか離れてないよ。むしろ当たったからレナが払った方がいいんじゃない。その喜びのままお財布お金高のおごりで。すごいね。でも6000円なんだね。こんなお腹いっぱい食べて2人で、2人でこんなにボリュームで食べて飲んで6000円は安いよね。すごいと思うよ。ファミレスと同じぐらいの価格帯かもね。それで言うと他のファミレスと満足度は非常に高い。特にタカが払ってくれてるから。うん、そうだね。このお金で食う飯が一番うまいっていうからね、世の中でね。信じられません。ほぼほぼほぼ食べて部下におごらせるという。はい、タカさんごちそうさまでした。はい、美味しかったです。うまかったね、マジで。皆さんの一番好きなびっくりドンキのメニューは何ですか？あの、教えてください。私の一番好きなメニューはダブルチーズのハンバーグメニューです。違う、レナの一番好きなメニューはデブデブソースです。デブデブソース、そのままで食べる。あのデブデブソースとライスを頼んでデブデブライスにする。全然 OK。 それでも満足してる。むしろそれをさ、頼んでる人がもしかしたら視聴者の中にもいるかもしれないから。いません。ということで、この動画が楽しかったならぜひいいねボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。